第56種泉式部。お母様、お母様、なでしこの花の種をください。まあ古式部、こんなところにいたのね。会いたかったわ。これからはずっと一緒ですよ。さあこちらへいらっしゃい。古式部、ごめんなさい、お母様。私はもう、そちらへは。古式部、古式部、古式部。ああ、夢、私の娘、古式部の内侍と呼ばれたあの子はもういない。娘に先立たれるというこの上ない悲しみ。やはり私の罪深さの報いなのか、こうして重い病に伏せっていると様々なことが思い起こされて、私は情熱に身を任せて大切な人たちを裏切った。高貴なご身分の宮様方ご兄弟、私はお二人を愛していた。世間から悪く言われようと気にも留めずに、けれどそのために夫から離縁され、父からも勘当され、娘と引き離されるなどということはあってはならなかったのに。バカだったわ私。何度後悔したことだろう。まあすごい、こんなに潮が満ちて。私船に乗るのは初めてですわ。恐ろしいか。いいえ、あなたがそばにいてくだされば何も怖くはありませんわ。あの若い日、私は満ち足りていた。不満などあるはずもない。今でもあの方を愛しているもの。私に浮ついたところがなければずっと幸せに暮らすことができたかもしれないのに。皆に先立たれたのが私の罪深さゆえならば、あの世でお会いすることもままならないでしょう。それならせめて。第56種あらざらん、この世の他の思い出に、今ひとたびの追うこともがな。夢でもいい、最後にもう一度だけあなたにお会いして許しを乞いたいのです。